五、五、二百二十二年から二百八十年は、中国の三国時代に、孫権が、朝光流域に建てた王朝。生は、孫氏で、首都は、建行、現在の南京付近。孫後、東呉とも呼ばれる。二百二十二年というのは、それまで義に対して、昇進していた孫権が公部という新しい言語を使い始め、義からの独立を宣言した年である。 正式には、呉の建国としては孫権が皇帝に即位した二百二十九年を取る場合もある。しかし孫権が勢力を張ったのは、父孫権、兄孫作が築いたものを受け継いでのことであり、この項では孫権の代から説明する。孫権は、呉の関門、丹野と呼ばれる、下級階層の出身であった。その価格は低く、家柄が重視されていた。 五冠の正解の中では軽視されていた。ただし、アキラの語書によると、孫権一族は、孫子の著者、孫部の末裔だと称して、代々小役人を務めたと記している。知性に、各地の県進むを歴任した。しかし自らの実力をもって徐々に位を上げていき、黄金の乱においては、主春の配下に入り、功績を上げて、戦後に別武士は、別土大王の指揮を取る武将となった。 戦後も、変アキラ、関水の反乱鎮圧に功績を挙げて、調査大衆に任ぜられた。189年に、落陽で、東卓が暴政を敷いて、関東諸豪族の反感を買い、半東卓連合軍が結成されると、孫権も出兵してその中途に、武良大衆の総吾らが、高六大部の御武氏の劇文を偽造した偽の、劇文を受け取って、京州市し、王王アキラ、 南洋大守張り派からを殺害し、そのまま南洋に乗り込んだ、演術の配下に入った。連合軍は、初めから戦意に薄かったが、演術と孫権は、東卓と一心一体の攻防を繰り返し、東卓の武将、かたけしを打ち取り、両夫を撃退した。その後、東卓は、洛陽を焼き払い、歴代皇帝の領母を荒らして、西の長安へと去っていった。孫健は、 主のいなくなった落葉に入り、復興と両母の修復に当たった。また、これに前後して、予習志士の穴がなくなったため、孫権は、演術の上表により、行派取子将軍、派取子将軍代行、予習志士の位を得た。しかし、演唱は孫権を、予習志士と認めず、予習志士として、衆を送り込み、演術、孫権らと対立する。これによって、連合軍は、 完全に崩壊し、演術、孫権は、演唱、衆と予衆をめぐって、戦争になる。反抗の機会と見た東卓は、洛陽を再占領するために、主春を送り込むが、主春は東卓を裏切って、演術のもとに降伏し、厨房に駐屯した。慶州志氏の流氷は、反東卓連合が結成された当時は、演術との関係は、良好だったが、 二縁の争いで炎症側についていたため、関係が悪化。炎術は、劉氷討伐に乗り出す。191年もしくは192年、孫権は、上陽に進攻し、劉氷の武将である高祖の軍を打ち破るが、追撃途中に、流れや、一説には、落石に当たって死亡した、上陽の戦い。孫健泣き後、その軍団は、追いの孫の指揮のもとに、 演術の旗元に入り、長男の孫作は兵を取り上げられ、全く力を失った。しかし父と同じようにその状況からのし上がり、演術からもらったわずか千ばかりの兵をもとに、高等、長江の東、チャンス賞、暗基将の流洋、王明らを撃破、瞬く間に高等を制覇した。孫作の周りには、丁広寺、郊外、菅あたら、 尊賢時代からの敗下に加え、周遊、大使寺、長生、長広寺、露宿などの人材が集まり、その慎重ぶりから、幸運に似ると評された孫作の高等平定。197年、演術が皇帝を戦勝するということが起きた。大勢力を蓄え、もはや演術に従う理由がなかった孫作にとって、これは渡りに船であり、演術と絶交し、 検定を主中にして、道義的正当性を手に入れていた曹操に着くことにした。曹操も司法に敵を抱えている状態であったので、これを喜び、曹操の弟の娘が、孫作の弟の孫正氏に嫁ぐことで同盟が成立し、孫作は、内逆将軍、クレの位を得た。孫作はさらに、長江の北にいる、劉伊佐を討ち、父の仇である構祖を散々に打ち破った。 200年、北の曹操は、炎紹との関渡しの戦いに入り、首都の巨匠の防衛は、かなり薄かった。これに乗じて孫作は、巨と進攻作戦を企てる。ところがその矢先、孫作はかつて殺した、巨密部の息子とその触覚による襲撃を受け重傷を、負い、命を落とす。曹操の幕僚である閣下は、孫作は、口頭を制覇したが、 未まだしっかりとは収まっておらず、いずれ資格により殺害されるだろうと言っている。後を継いだのが弟の孫権である。孫権は孫策から兵を率いて戦に勝ち、天下を争うのは俺の方が上だが人材をよく使って皇等を守るのはお前の方が上だと評されていた。その言葉通り、孫権は巧みな人心昇悪術で配下の者たちの心を掴み、 急激な傍聴の後の孫作の死で分裂しかねなかった。実際に、露行大使の李術の自立や、一族の孫タスク、孫公の謀反などの事件が起こっている、孫後勢力をよく治め、孫権の支配はひとまず安定した。しかし、山間部の非漢民族である山越えには、長く悩まされることになる。また、五権国以前から居住していた漢民族は、宗部、相護などと呼ばれ、 クレは彼らの抵抗も排除しなければならなかった。総部の中には山越えと合流して抵抗を続ける者もいたので、この時期に山越えと呼ばれた勢力を純粋な悲観民族とみなすことはできない。孫権政権時代に諸葛務や陸孫やがひとしらが山越討伐で多大な功績を挙げている。208年、孫権は父の仇である構想を討伐し、討ち取った。 その頃、北の曹操は、関和多子の戦いの勝利により、旧炎症量をすべて平丼し、河北をほぼ統一していた。さらに中国統一を目指し、208年に軍を南下させてきた。慶州の流氷はすでに病死しており、その後を継いだ流氷は曹操に対してすぐに降伏した。流氷の降伏を受けた曹操は、 劉氷のもとに身を寄せていた劉備を追い散らし、高等へと進攻してきた。これに対して孫権は、劉備と同盟を結び、周遊、帝広氏を大都督として、赤屋壁で、曹操軍と激突し、郊外の日攻めにより、これに勝利した赤屋壁の戦い。敗北した曹操は北に引き上げて、以後は、河北の経営を中心に進めていき、長江以南での孫悟勢力の派遣が確立された。 さらに孫権は、曹操軍がいなくなった慶州をも領有しようと軍を、出すが、慶州は、劉氷の長子の劉氣を立てて劉備が占拠していた。石壁である時に戦ったのは孫悟であり、より多くの戦利品を得るべきと考えた孫権は、劉備に対して抗議するが、劉備はのらりくらりと、この追求を交わし、結局孫権は、慶州北部の公領のみを得ただけとなった。以後、このことは、 両者の間での検案となるが、曹操との敵対状態が続いている中で、劉備ともことを構えるのは無謀であると考えた。孫健は妹の孫夫人を劉備に嫁がせて、友好関係を固めて、露宿の提案に従い、慶州の数軍を劉備に貸し与えた。その後、孫健は西の職、市選を領有することを考えるが、準備中に総大将の周囲が病死して、計画は頓挫し、 その暇に先を越されて職は劉備に占拠された。二百十年、孫堅は府を公衆史史に任命して公衆に派遣し、師匠を服属させ、呉れを暴殺した。二百十二年にはそれまでの呉から伊て行へと拠点を移し、備えとして石頭城を築いた。この年からは連年、曹操との間に戦いが起こるが、 双方ともに戦果を得られなかった。この頃、曹操は、長江周辺を尊権に奪われるのを恐れて、長江周辺の住民を北方に移住させようとした。だが、強制移住を嫌がった長江周辺の十数万戸の住民が、長江を渡って、高東、呉れに移住した。曹操は、朱光を、露光大使として派遣し、盛んに開墾させ、 不服住民に誘いをかけて、義に内容させようとした。二百十四年、孫権は、呂毛、関連を率いて、曹操領の官城を下し、露光大衆の主光を捉え、数万人の男女を捉えた。劉備が、益州志士の劉将を攻め下して、益州を領有すると、孫権は劉備に、慶州の調査、慶陽、霊陵の三軍の返還を要求した。しかし、 劉備は、領州を手に入れてから、慶州の全領地を返すとして、利口をさら延期した。そこで孔を煮やした孫権は、調査、慶応、霊劉を支配するため役人を送り込んだが、追い返されたので、軍隊を派遣し、調査、慶応、霊劉を奪ってしまった。そこで、劉備も、大軍を送り込み、全面戦争に発展しそうになった。だが、曹操が、 間中に進行したので、劉備は孫権と和解し、調査、慶応を孫権に変換し、同盟友好関係が回復した。217年、慶州の領有問題が長引いたことにより、劉備に対する不信感が増大した孫権は、早々と和睦して、昇進し、慶州を守っていた関羽に対して、旅網を配置し、対立の姿勢を打ち出した。219年、 西の関中では劉備が自ら曹操領に侵攻しており、関羽は援護のために曹操軍の慶州における根拠地の繁盛を攻めていた。これを後期と見た両毛は羽を油断させるために年若い陸村を起用し、関羽が北にかかりきりになっている間に慶州を攻め落とし、羽を捕らえて処刑した。これにより孫権は慶州の南部をすべて領有し、後の儀、呉。 食の三者定律のもとが定まった。翌二百二十年に曹操が死去し、後継の曹妃が検定より禅状を受けて、義の皇帝を称した。後は、繁盛の対岸である上陽まで兵を進めたが、間もなく義の宗人に奪い返された。翌年に劉備は義に対抗して、皇帝を名乗り、職官を立てた。同年、劉備と敵対することが決定的となった孫権は、 義の宗儀に対して侵入し、豪雨に封ぜられる。新しく皇帝となった劉備は、孫健の予想通りに、慶州を奪い返そうとして、呉に侵攻してきた。旅門は漢を殺した後にほど亡くして病死しており、それに代わって陸遜が全軍の指揮を取り、職軍の弱点を突き対象した医療の戦い。 医療の戦いで対象した孫権は、義に侵入する必要もなくなったため、新しく後部の言語を立てて、義から独立した。大敗した劉備は、翌年の223年に病死し、その後を劉善が継ぎ、諸葛亮が政治、軍事のすべてを司るようになった。以降、職官と吾は再び和睦して、義に対抗するようになる。 222年から何度か義の総費による侵攻を受けた。222年には、呉は三方向から義に攻められ苦戦したが、主官が総陣を破り、薬病が流行したため、義軍は退却した。224年に、義は再び攻めてきたが、女性が長江沿岸に偽の城壁を築いていたため、これに驚いた義は戦わずして退却した。226年には、 露体が、それまで服属させていた、広州、現在のベトナムトンキン周辺を、クレの直轄領に組み込み、南海貿易の利益を5が独占することになった。一方、宗期の死に乗じるため、江夏に侵攻したが、文兵に撃退された。227年から、食官の諸葛領による義に対する北伐作戦が、開始される。 同盟関係にあるクレでもこれを援護するために何度か軍を出した。なお、実質的に両者の同盟は対等であるが、竜禅は皇帝、孫権は王であったことから、諸君の側は名目上、クレを親家として扱っていたようである。228年、周法が偽りの幸福を儀に申し出て、早急を赤帝に誘い出した。陸は主官引きで、 早急と戦い、対象した、赤帝の戦い。229年、孫権は皇帝に即位して、元号を王領と改め、兼業に遷とした。食官では、原則論として、孫権の即位を認めるべきではないから、同盟を破棄すべきとの意見が続出したが、諸葛亮の説得で、孫権の即位を認め、改めて対等同盟を結んだ。また、 義を打ち破った後のその支配区分として、助州、予州、勇州、聖州は語が、平州、領州、紀州、遠州は職官が支配するものとし、司令は観光席を境界線として、東は呉、西は職官が占める取り決めを交わした。勇州は呉にとって飛び地となるが、これは会場からの進行を想定したものではないかと言われている。 次に触れる高村氏などとの交渉も、海上より船を利用したものであった。その後、孫権は、両党の高村園に使者を送って、義を攻撃しようとしたが失敗した。また、東の異州、丹州、今の台湾、沖縄諸島に探索と人を集めさせに、栄圧氏、諸葛忠氏と、兵一万を派遣したが、丹州にはたどり着けず、 異州から数千人の住民を連れ帰っただけに終わった。二百三十一年、半福氏に命じて、武良藩を討伐し、三年がかりでこれを鎮圧した。二百三十四年、植軍との同盟により、諸葛領の北伐と共に慶州と合皮を攻めるが、満潮に苦戦し、宋英の新政軍を前に撤退、三国の間は、降着状態が続いた。 234年から237年、諸葛勤務、陳票、古将らは山越を討伐し、彼らを基準させ、彼らの中から6万人の新兵を徴兵した。孫賢は236年に五種戦500枚、238年に五種戦千枚の価値を持つ貨幣を発行したが、三国志クレ主殿の中に引く、公表殿に売れば246年に廃止した。 孫権は長将が没した頃からおかしくなり始め、間もなく側近の両一を徴用し始め、在地豪族僧の反感を買った。両一を処刑し分裂しかけていた、家臣団をまとめ直した孫権は二百四十一年には、全主前たちに命じて、大規模な北伐を行うが、失敗した、借費の役。四十五年、行位の陳勲に命じて、とん兵。 公平三万人を使って、運河を掘って正気から雲日、西条までを結び、そこに公益所や食料倉庫を建てさせた。皇太子、孫党の死後、三男の孫和を皇太子に建てたが、243年頃から、四男の孫和との間での継承争いが起き、家臣団がまぶつになって、争い合う事態となった。この時に孫賢は、孫和側に立っていた上昇。 リクソンの権限を奪い去るということをした。このことでリクソンは噴死し、その他の孫阿派の重臣たちも、流罪とされ、孫阿派が勝利した。しかしその後に、孫阿派の重臣が死去したこともあって、孫阿派が持ち返し、内紛は泥沼化した、二宮事件。二百五十年、孫権はようやく決断を下し、孫阿を処子に落とし、孫阿波に対して自殺を命じ、 皇太子には七男の尊領をつけることにした。しかしこのことで、暮れ内部の亀裂は修復不可能なものとなっており、後にそれが紛失することになる。二百五十二年に孫権は崩御し、十歳で尊領が皇帝となった。十歳以時に政治が理解できるはずもなく、大夫、大将軍の諸葛務が政権を握る。諸葛務は孫権の死後を狙って侵攻してきた。 義の子従う、諸葛丹に対象して、聖望を得る、東高の戦いが、翌年の義への進行は、失敗に終わり、薬病で非常に多くの兵士が亡くなった。これで落ちた聖望を回復するために、国内の豪族勢力を抑え込んで中央集権を、志すが、これに不満を持った皇族の孫春によるクーデターが起き、諸葛つは殺された。諸葛つの死後、代わって、 孫春が上昇となり、政権を握る。孫春は、民衆の苦しみに関心を払わず、自分の権勢と社史のためだけに権力を振り回したため、不満を持った者たちが、孫春の暗殺を図る模式に終わった。結局孫春は256年に唐突に、諸葛つに殴られる夢を見て、恐ろしさのあまり死去し、その権力は、重帝の孫、孫鎮に引き継がれる。 孫は反対勢力を潰して政権を握るが、この頃になると尊領にも自覚が芽生え始め、自らの政治を行おうと考え始める。二百五十八年、義で諸葛丹の反乱が起きる。これに孫は介入するが失敗に終わった。孫の影響力が低下したことを見た。尊領は孫の排除を図るが、逆に孫により、廃位され、尊権の無を、 孫安が代わりに擁立された。孫安は即位すると、巧みに孫への反感を覆い隠して、尊領のように廃位されることを避け、孫が油断したところでクーデターを起こして孫を中殺した。申請を始めた孫安は、五教博士の設置、農政、治水事業、汚職の追求など立て続けに改革を打ち出し、衰退に向かっていた呉を一時的に食い止めた。 しかしその後の孫安は学問と記事狩りに没頭するようになり、政治は重心の牧羊教と、長年度に任せきりとなった。二百六十三年、義の柴明が派遣した軍により、職と生徒が陥落し、ついに三国の一翼が崩れた、職官の滅亡。同時に、呉では、公衆が離反した。義の職進行に対して、呉からも兵を送り、職の救援。 それがダメなら、諸区の領土を少しでも奪うことを目指したが、いずれも失敗し、兄弟化した義、柴氏政権とまともに国境を接することになった。翌年に孫九が崩御し、孫安の子供はまだ幼いことから、孫権の三男で敗退しであった孫はのこの孫、広氏が擁立された。孫広氏は、聡明な文武領道の人物と謳われており、擁立した。 牧羊鏡と蝶布の期待もそこにかかっていた。しかしこれは、呉にとって最悪の決定であった。孫博はまず、閣僚の一新と父、孫はへの皇帝号の追放をし、食料解放による貧民救済などを行ったが、その後警報を乱用し孫級の妻と息子たちを皆殺しにし、莫大な費用を投じて、武将への戦闘を行いそこに壮麗な宮殿を建てた。 つえ、その翌年には再び立て行へととを戻すということを行った。武将への戦闘を行った二百六十五年、柴縁が義の皇帝総官位より禅城を受けて進むを立てた。呉にとっては幸いなことに、柴縁即位直後の審ではすぐに遠征軍を繰り出すことはせず、呉は孫博の政治で腐敗はしていたが、まだしばらくの平和を得た。 271年、グハン、トーらは、甲州の進む軍を破り、甲子軍、旧新軍、日南軍を取り戻した。この頃になると国内では、孫博士に対する反乱も起きるようになるが、孫博士は帰り見ずに高級に数千という美女を集め、逆らう家臣は拷問して殺していた。そんな中で、陸村の息子の陸公や主伊佐尾屋帝邦が、後の防衛を支えていた。 272年には、不戦が呉に背き、精神に寝返ったが、陸公が、この反乱を鎮圧した、清涼の戦い。270年に、周伊が、二が、271年には帝邦が、さらに274年に、陸公が死去すると、もはや呉には、柱となる人材はいなくなった。そして279年、港州で、各馬が反乱を起こした。 反乱を鎮圧できないでいるうちに、進むは二十万という大軍を繰り出して、呉へ侵攻してきた。呉の将兵には、孫博氏に見切りをつけ、戦わずして、進むに降る者も多く、翌二百八十年三月に、新軍は天領に達して、孫博氏は降伏、呉は滅亡した。呉の皇帝の孫権は二百三十六年に御主戦百枚、二枚、三十八年に、 五種戦千枚の価値を持つ貨幣を発行し、貨幣経済の充実に努めた。五は、洋州の悲観民族である山越えを何度も討伐し、降伏した山越えの民を呉の戸籍に組み込み、兵士としての資質の高いものを大量に徴兵した。義のもぐさは、呉の名家、豪族は皆私兵を所有し、軍勢、勢力を頼れば、独立できる力を持っていると述べている。 川勝義雄は、呉の将軍は、親子兄弟間で兵の世襲が認められていた。この制度は、予兵制と呼ばれている。呉の将軍たちは、世襲を許された私兵的なトンデン軍を持ち、未開発地域で厳しい軍政支配を行っていた。トンデン軍は、土地開発、開拓の先兵であったとしている。20世紀に入り、呉に関連した考古学上の発見が、 相次いだ。1984年に南京市近郊の馬倉山で発見された呉の将軍主前の墓や、1996年に調査史で発見された10万枚以上の監読、ソウマロウ呉館などに入り、呉の文化や地方政治について研究が続けられている。2006年には呉の時代に作られたと見られる古墓が南京市で発見された。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。